はい。じゃあ、本日も行ってみましょう。ポイントサイトモッピーのポイカツから、話を聞くだけで1万円もらいしちゃうよっていうね、なんともおかしな案件でございますけども、10年前、私がポイントサイトとかセルフバックを始めた時に、この話を聞くだけで1万円、2万円っていうのはね、結構あったんですよ。で、それがあまりにも使い古されちゃったんで、予算を使い切ってなくなってしまって、数年間ね、このセルフバック市場とか、ポイントサイト市場に出てこなかったんですよ。 まあ、だいぶ状況が変わって、最近ではね、リモートっていう概念も出てきたりなんだりしたんで、この話を聞くだけで1万円っていうのが復活してきたということでございます。はい。そうですね。勘のいい方お察しの保険ランドリー、保険相談の窓口、面談完了1万円でございます。はい、クリックしてみると、こんな感じになってますね。ちょっとフォーカスしましょうか。はい。どんな案件なのかというとね、これで、ね、まあ、生命保険とかの、 保険の見直しなんですよもうすでに保険に入られてる方でもいいですし保険をこれから考えてる方でも結構ですとにかく保険の契約について前向きな方ねもしかしたら契約してくれるかもみたいな方を対象にこの面談をやりますまあご存知のように保険の営業マンさんって営業先があんまりないんですよで何件か営業に行くと保険の誤解とかが解けて本当に契約してもらえるんですよね ま、ですんで、そのために、いろんなところにプレゼンに行くわけですけども、今回は、ポイントサイトを通じて、1万円あげるから私の面談聞いてくださいよっていうふうに、保険の相談員の方から持ちかけられてるというふうに思ってください。実際ね、こんな形で、え例えばね、1万円払っても、10件に1件決めれば、もう十分元が取れるのが保険の契約ってものなんですよ。だって保険って、何にもない方がほとんどなんですよ。 一部の方が保険のお世話になるからその経費と利益の関係で会社もやっていけるしで、えー、保険のね契約をされるお客様っていうのも、うん、まあ一定の安心感を持ってね思い切って日々の暮らしに取り組むことができるってことになりますまあですんで保険って自動車もそうですけども大抵の方はね保険を使うことはないんですよだから元を取るみたいな考えだともう保険は入らない方がいいよってことになっちゃいますので万が一のために保険に入りましょうって話なんですよねで、 今回の保険の相談窓口なんですけども、あのー、すべての人、一人一人によって入る保険っていうのは変わってきますんで、それを分かりやすく、あなたに最もぴったりとした保険を紹介しますよってことなんですよ。だから結構話聞くとね、気に入っちゃうかもしれません。満足度も高いと思いますし、本当に契約する可能性高いと思いますよ。まあですんで、きっちり断り方がもう準備できる方は、これを受ければ1万円丸もらいなんですけども、 でも、保険の誤解が解けたり、保険の話をしっかり聞くとね、あ、やっぱハットとかいいなって気持ちになりますんで、1万円もらって、で、保険の契約を実際にしちゃうみたいな、まあ、もっともね、いい流れができるんじゃないかなと思いますけどもね。はい。えー、ちなみにですね、獲得条件なんですけども、新規の面談完了になりますから、今までにこういった面談を同じ会社、保険ランドリーさんで受けられた方は、ちょっと今回はご遠慮いただくってことになります。はい。そして、サービスを、 ウェブから申し込んで、えー、面談をね完了してほしいなという30日以内にですのであんまり長屋でほっといたら執行されちゃいますんでご注意くださいねはい、えー、そしてポイントなんですけども対象外地域保険の営業マンさんがいない都道府県もあります秋田県新潟長野県島根県高知大分鹿児島ここはすいませんこの地区に該当された方は今回ご利用いただけません で、サービスサイト上では、対象地域に岩手県、愛媛県の記載がございませんが、対象地域となるため、ポイント付与の対象となります。だから、ここは大丈夫ってことですよね。えっ、ー、と、1、2、3、4、5、6。えっと、7つの都道府県の皆さん、本当に申し訳ありません。今回、40の都道府県での募集になります。その他ね、否認条件ありますんで、ちゃんと見ておいてくださいね。はい、そして今回ね、ポイントを目当てに面談を受けましたってことが、保険の相談員さんにバレちゃうと、当然ですけども、 え面談は中止になりますんで絶対そういうことがないようにしてくださいで全てのお問い合わせはもっぴんの方にされてくださいね保険会社の負担の方にはしないでくださいねポイントベアって言ってことがバレたら茶番になっちゃうでしょでポイントゲットのちょっとページを押してみますねそうするとこういうふうになってます保険の無料相談を受けたまわります主婦の応募大歓迎なんで普段在宅されてる方お子さんと一緒でもね面談できますんでね、えー、1歳2歳3歳ぐらいのね ざかりのお子さんがいらっしゃっても面談はできますんでそれは大丈夫ですよ保険の相談員さんそこまで気持ちが小さくありませんからで無料の保険相談を受ける場所は、えー、あなたのご自宅でもいいし事務所に行ってもいいし気さく近くのね喫茶店なりファミレスでも面談を受けることができますのでそういった最も最適な場所を利用してくださいまあ自宅がいいんじゃないですかそしてここから申し込んでくださいねはい申し込みの流れはフォームから申し込んで登録内容の審査があります で、保険加入が、この人は無理だなーっていう方は、面談の前にちょっとね、お断りってことになります。でも、通常は保険ランドリーから面談のご連絡があって、えー、そしてその後、担当される、本当に面談する、その人から、コンサルタントさんから連絡がありますんで、お好きな場所を設定して、そこで面談をしてくださいね、ということでございます。はい、それでは今回は以上です。なんせ1万円もらえるんでね、取り組まないと損だと思います。同時に、ご自身の人生設計とともに、 保険の見直しもしてみてはいかがでしょうか。それではお疲れ様です。